どうも。どうも。はい、始まりました。ML ラジオはボリューム19。はい。ボリューム19回目ということでね。15回目。まあちょっと噛んだけど、金利戦といきましょう。はい。まあ今日は僕シートと、前にはマットアイズから大地と、そしてニューフェイスの、奈良のニューフェイス、シンガー・シンバーが。スインバーが。3回目の。シンバーが。ちょこちょこ顔出してるんですけどね。はい。まあ今日もやってきましたよ。はいっす。まあその前にちょっと一つお詫びせなあかんなと。まあ、僕たちの、はい、ジョンキーが俺たちが予想していたワールドカップの優勝がドイツ言ってたんですけど、スペインが優勝ということで、はい、外れてしまいました。はい。今日は大きく。まあそんなこともあります。まあそんなこともあります。勝負は何があるかわからない。まあまあ前回から、はい、ちょっと変わった企画をしてる、はい、前回は僕のシートヒストリーみたいな感じで、はいはい、僕のね、いろいろジョニーが聞いたんですけど、うん、今日は僕がマットアイズの大地にいろいろ質問をしていこうかなと、やっさ思うんですけどね、大地くん、準備はいいっすか？いいっすよ、全然、マットアイ！はい、ほんならね、まあまず初めに、まあまあはい、この世界に入ったきっかけみたいなね。はいはい。まあそうですね、この世界に入った、まあもともと俺の相方 T2 とヤングナイフとはずっとガキのもう小学校幼稚園ぐらいのレベルから知ってて、うん、でまあずっと仲良く、中学校も高校もまあやんちゃし遊んできて、うん、でまあその中で俺らの兄貴分である、うん、ジオンリージオンリーことユキイサことジオンリーみたいな、まあ兄貴が、まあ、ずーっと一緒に格闘技最初やっとって、うん、みんなででずっと格闘技で夢追いかけるとか言ってもう若い意気込みでこう言ってたんですけど、まあある日にジオンリーがうちのリーダージョニーとの出会いを果たして、うん、まあ俺ラップすんねんっていきなり言い出して、まあその前から俺らもこうやりたいやりたいってそういう音楽好きやったんでそういうことは思ってたんですけど、どう入っていったらいいかもわからんし、ちょっとそんな感じやったんですけど、まあジオンリーがお前ら本気でやりたいやったらジオンリーに合わすって言ってくれて、まあその時の本気っていうのはまあその時の本気やって今思ったらまあ軽々しい本気やったなとも思うんですけど、そうですそうです、まあまあせやけどマイク握りたかったのは確かで、何でもこう主張したい環境で生まれてきたんでね、ほんでまあそれでじゃあぜひということでジョニーに会わせてもらって、ほんで、みんなと出会ってそれで、まあ、ノーラインっていうのを結成してっていう感じなんですね。ほんならもうどっぷり今じゃハマってしまう、俺よりでも先にな、そうあっともな、そうですね、はい、ルーラーズの頃から写真写っとんもんな、あれ。そうですね、もう入る前提でみたいな。俺やったのは写真撮影のな。そうですね、バスケコートのな。はいはい、思い出の、うん、まあそっから今に至ると。はい、なるほど、はい、まあ唯一第一はラッパーじゃなくてシンガーはいであるわけやけど、はい、なんかそこでなんかあるかな、こうシンガー、一人だけシンガーみたいな。あー、まあラップも確かに好きやし、でもまあ俺は自分は、歌歌えるなって自分でやっぱ思ってたから、みんなラッパーっていうことで全員が全員ラッパーっていうまあ方向性もあったんですけど、俺はなんかこうそういうメロディーがついてたりだとか、そういうシンガーっていうのにちょっと憧れてて、そのやり始めた時はで、まあジョニーにラップもシンガーもすんのみたいな、うん、とかもいろいろ聞かれたりしてたんですけど最初、いや俺はシンガー一本でいきますって、でだからまあね、甘い R&B とかもそれは世間にはあるんですけど、うん、俺はまあこの環境とか俺の思ってることをもう直にストレートに
いうようなシンガーって僕はあんま聞いたことないんで、うん、そういうシンガーになりたいなと思ってシンガーへのこだわりを持ってそっからシンガー始めたっすね。なんか、はい、なるほど、はい、そうです、なるほどな、はい、まあ、あのマットアイズ、はい、まあ、3人おるわけやけど、はい、まあ、俺一人やから、はい、あれやけど、やっぱ3人おって曲作りの間とか、はい、で一緒にすんの、3人揃ってすんの曲作り、それはまあバラバラなんですけど、うん、3人揃ってやる時もあるんですけど、ほんでまあうだ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 言いながらやったりとかもしたりするんですけどね。まあでもまあたまにあのトラックだけ聴いて歌うとこだけ決めといて、でまあここで16小節やったワンバースそれを作ってまた集合しよう、でフックはもう思いついたやつが作っていったらいい、その中で、3人で聴いて一番しっくりくるあのサビを使うっていうやり方でやってるんで、だからそこはバラバラですね。あのバラバラで作る時もあれば一緒に作る時もある、でも一緒に作った時方がやっぱりあのテンション上がる、上がるんですよ。そうです、まあ、結構揉めたりする、たまには、まあ、ここちゃうなみたいな、いや、あんまり揉めるっていうのはないですけどね。でもあのいや、ここもうちょっとこうした方がいいんちゃうかっていう言い合いはあるっすね、けど、うん、やっぱ顔とかで分かるんで、あ、こいつはもう俺のこの、まあ、口では言うとるけど口ではええんちゃうって言うときはこいつはあれやん、それみんな多分そうと思うんですよ、顔でも大体、いや、これちゃうって言ってんねやってあるんで、いや、それでもこう、これで行くんやって決めた前やったら俺も多分なんていうんですかね、何ももうそれ以上は言わないですけど、うん、でも大体分かったら自分自身もこう、あ、やっぱちゃうかなっていう、その迷いのある曲やなって思う、結構全力でバシッとこうできたみたいなやつは結構みんなオッケーしてくれて、うん、まあこっちもオッケーするよ、うん、そんな感じです、うん、はい、なるほどね、そうっす、せやな、今何聞こうかな、なんかシンバ聞いたいことは、うん、お前も同じシンバとして、うん、聞きたいこと、まあ、友達とか関係なく一人のシンガーさん、聞きたいこと、なんか聞いてたいこととかなんかありますかね、自分はこうやけどみたいな、あー、ちょっと待ってください。シード君聞いてる間に考えたことする。何よそれ、何よそれ、俺ちょっとなくなってきたから、まあ、考えなあかんと、親子だから何しに来てんのよ、いる意味ありすぎやろお前ら、うん、まああのマットアイズはでもな、はい、あのビジネスカード3っていう、はい、そうですね、まあ、全国で打つ、はい、まあ初で、はい、そうですね、またなんか変わった、変わった、なんか気持ちみたいな、まあ今までなかったんか、前言ったストリートで、はいはいはい、ノーライで出してるけど、はい、前言ったタワーレコードとかも置いてるわけや、はいはいはい、なんかその自分の中で変わった、周りのなんか目とか、まあいろいろな繋がりできたで、そうですね、あのやっぱりあのビジネスカードっていう CD も、うん、あのまあ僕らより多分年上の人が多いと思うんですけど、一緒に入ってる人とか、でもやっぱりその年関係なく、あの繋がるべき人とは繋がんねんなっていうこととかも思ったし、あのやっぱしこう俺もこう聞いてて、あ、かっこいいなって思ったら喋ってみたいとかも思ったりするしね、うん、で積極的やな、結構そう行くよな、そうですね、うん、結構一番行ってるよな、そうですね、小林先生、あのなんかね、別に喋りたくない人とはまあ喋れないですけど、うん、でもまあ曲聴いてかっこいいと思ったら興味湧くじゃないですか、うん、相手も多分俺らのことかっこいいと思ったら興味湧いて喋ってきてくれた人もいるんで、うん、だから僕も逆にそこはなんかこう変にね、こう上から目線とかじゃないし、うん、もう全然単にその音楽としてはあのそういうとこ繋がっていって、うん、まあでも変わったっていうあれはない、まあ周りのねコードがみんなこうすごいなすごいなとか、うん、言ってくれるんですけど、まあ、全然まあそういうまだ自分の実感できるようなところまでは自分は行ってないんで、なるほど、だから、まあ、まだまだ全然まだまだやし、すごいとも思わないし、でもまあその感謝はめっちゃしてるんで、その大垣一斗の山木君にしろ声をかけてくれたことに感謝してるし、これからもあの俺らの歌がそこに入れさせてもらえるんであれば全員お願いしますっていう感じなんですけど、うん、はい、まだまだと思うからもっと頑張りますね、うん、はい、シンバ